皆さんおはようございます。えー、今日は、えー、梅田駅前本校オリジナルということで、えー、もう本当にこ式しかやらないんですけれども、えー、先週行われました第55回令和5年度音試験徹底検証会ということで、これからあのレックの方で皆さんにご協力いただきまして、えー、復元回答を出していただいたんですが、これを全部集計をしております。そのデータに基づいた、えー、今年の、えー まあ、合否ラインであったりだとかですね、各科目の、えー、この難易度と、えー、そういったところを数値的にね、分析をしていきたいというふうに思っております。えー、ですから、まあ、明日、またこのようなイベントあるんですけれども、明日は詳細解説ということで、 問題の内容そのもののね、解説を中心にやっていきます。えー、今日はもちろんあの一部は問題取り上げますけれども、基本的にはデータということで、この3日間ぐらいですね、数字の苦手な私がずっと数字と睨めくしておりましてですね、頭ちょっとカッカカッカ来てるようなところなんですけれども、もう本当に。 結構答えますね。この年になってくるとね、もう睡眠時間も、皆さん今週はね、ゆっくりされてるんじゃないかと思うんですけどね。私本当にもう3時間ペースぐらいでからずっと、あのー、全部こう、チェックをしているっていうか、ええー、感じだったんですけれども、ええー、これからね、その、検証をやっていきたいと思います。えー、本日は、あの、梅田駅前本校の方ですね、ええー、もう30人は超えたかな。だいたい25人ぐらいかなと思ってたんですけれども、ええー、バタバタとちょっと増えてきました。えー、ご出席ありがとうございます。えー、それから、ズームでご覧いただいている方、 ね、えー、レックはズームやってるんで、そっちが多いですね。今日あの、えー、某 T さんもね、向こうでやっておられるんですけども、満席というような状況で、すごいみたいですね。えー、その中こちらに来ていただきまして、本当にありがとうございます。その代わりこちらはズームの向こうにたくさんおられるんで、まあ、あの、別に、あの、引け目はないかなと思ってるんですけど、感覚では物を言いませんからね。絶対今日はもうす、あの、数値で物を言っていきたいというふうに思います。えー、それから中継校の方もですね、えー、梅田駅前本校オリジナル講義です。 けれども本当にご参加ありがとうございます。で、今日、えー、使う資料なんですけれども、こちらの、えー、大分析会のね、この資料ですね、えー。こちらを使っていきたいと思います。はい、で、一部ですね、あのー、私の方で、あのー、皆さんのお手元には言ってない、ないないのデータがあるわけなんですね。えー、これを毎年ご紹介してるんですけど、それを使ったりとかしながら、えー、講義を進めていきたいというふうに思います。 では、早速なんですけれども、こちらの大分析会の、えー、開いていただきますと、公表及び合格推定ラインというところがありますので、まず、えー、このうちですね、結果から先に行きたいと思います。はい。えっ、ー、と、3ページということになるんですけれども、こちらを見ていただきますと、えレックの方での合格推定ライン、えー、選択式が総得点27点、 各科目3点以上ということで、えー、一応読んでおります。えー、基準点補正の可能性ということなんですけれども、まあ、あの、レックではね、この言葉は大事にしてます。基準点という言葉です。あの、一部、あのー、使っちゃっていいのかね。もう基本的にはもうレックは絶対禁句なんですけど、足切りという言葉を使っておられるところがあるんですが、社会保障制度に携わる人間からすると、これはもう禁句中の禁句ですからね。絶対使わないでくださいね。 はい、えー。基準点補正の可能性ですが、補正科目はなしとなる可能性が高いと。あえて言えば、雇用保険法での2点補正の可能性が残されているのかなというような感じです。えー、それからまあこの総得点27点というところですけれども、多分下の方にこう、ぶれてる27点。もしかしたら28点というところあたりで想定された方が、もうこの数字でもね、この、 27.5とかないんですよね。27.3もないわけですよ。27.8もないわけですよ。えー、ですから、ま、その辺のところが少し微妙なところという形になります。それから、卓越式。総得点46点、各科目4点以上。こちらも補正科目なしということですね。で、こちらの方もですね、一応46にはしてありますけれども、47ぐらいのところにちょっと近い状態かなという感じでございます。 よろしいでしょうかね。えー、ですから、あのー、この近平の方、非常に、これはもう毎年のことですしね、私なんかもその経験が随分ありますけれども、えー、かなり心臓ドキドキっていうことでしょうけれども、だいたいそのあたりのところで少し一点上ずれぐらいで、あのー、想定をされた方がいいんではないかなというふうに思っております。ということで、もうさ、先に結論から入っていったんですけれども、 あのー、まあ、あ、えー、ちょうど一週間まだ経ってないぐらいなんですけれども、えー、本試験ね、まず皆さん本当にお疲れだったかと思うんですけれども、二、え、三、ー、日後ぐらいに疲れがどっと来られた方なんかもね、多いんじゃないかと思うんですけどね、皆さんいかがだったでしょうかね。あの、まずあの、本試験が終わった後の第、えー、一声ですね、あのー、6時から私の方で所冠というのをやってたんですけれども、えー 非常に良い試験だったかなと私は個人的に思っております。え、というのが、いわゆるあの、難問はあったかもしれないんですけど、いわゆる鬼門というのがないんですよね。1年間勉強してきて中にはね、もう5年、6年、私の受講生では15年目の方がおられるはずなんですけれども、そんなね、わけのわからん問題でからね、振り回さんといてというような感じだったんですよね。ただしこれはもう私が受験勉強を始めた頃からずっとでした。もう伝統的なお家芸だったんですよね。 ですから、本当に実力がある方であっても、そういうのに翻弄されて、え、タイミング合格を逃すと。で、翌年、また受けられるんですけど、じゃあ昨年良かったから、次の年いいのかっていうと、翌年は体調を壊されたり、あるいはご家族の方が倒れられたりとかで、まともに勉強できないとかいうことでね、本当にその、え、ちょっとしたことで一生、 人の人生3、4年ガラッと狂わせてしまうってがあったんで、もうそれだけはやめてほしいってずーっと思ってたんですけど、今年の試験問題は本当にあの実力をね、問う問題だったかなというふうに思います。ですから、まあ、総括というところでね、えー、あの時も申し上げたんじゃないかと思うんですけれども、本当に実力を、えー、問う問題だったということですから、それでクリアできた方は本当によく頑張りましたということだし、逆にね、 そこがクリアできなかった方は、これ大事な反省材料だと思うんですよね。これだけいい問題だったのになぜそこを間違ったのか、取れなかったのか、そこをね、反省材料にね、してもらうと、えー、次につながるんではないかというふうに思っております。はい。えー、ですから、今回のこの、えー、点数ですけれども、久々にかなりいいところう、いいところっていうか点数上に来てるわけですよね。まあ、私なんかが合格した時っていうのが、えー 選択式ですかね。これは28点以上だったのかな。で、択一が49点というようなライン、7割だったんですが、近年はずっと6割、プラス1点ぐらいのところだったんですよ。だから、総合点というところでいくと低いところに来てました。ただし、低いってやったら、これ相対的な問題ですから、毎年同じクリ水準の問題出せるわけないですから、点数低いってことは、それだけ難易度が上がったのかなっていう、こういう解釈はできるんですけれども、点数だけでいくとずっと、えー ま、僕らが勉強してた頃で言ったら、いや、その点数はちょっと無理でしょうっていうようなところが合格ラインにあったのも事実ということなんですね。まあ、今回は46点、27点ということで結構ね、上の方に戻ってきたかなっていう感じはね、するところです。では、ちょっと全体を通してっていうところから公表をね、見ていきたいと思います。でも先ほども言いましたけどね、もう、あの、試験に関しましては、昔はね、誰か試験、あのー、この、 だいたい社労士の今の会業の人数だとかね、そういう需要供給のバランスでだいたいこのぐらいにしようとかね、えぇ、ー、さじ加減やってる人がいるんじゃないかって噂があったんですけども、全くありません。もう数字、これが完全に公表されてますから、数字がものを言うんですね。えー、ですから点数がね、えー、かろうが悪かろうが、とにかくもう皆さんの再現データが全てなんですよ。だから先ほどの上振れとかね、言ってましたけど、もうこれももうデータがものを言ってくるという感じなんですよね。 ですからまあ、たとえ、あのね、変な言い方になっちゃうんですけれども、0点は0点で一つのデータということになるんですよね。これはこれで。うん、ですから、あの、まあ、えー、お試し受験とか言われる方もおられるんだろうとは思うんですけど、できたらあんまり邪魔はしてほしくないなというふうに思ってるんですけどね。それはそれでまた選択式なんかで、あの、ずれを生じたりとかね、することあるんでね。 で、もう皆さんのね、ご協力のもとデータをいただきまして、そのデータに基づいてこれからお話していきます。選択式です。レックの成績診断データでは、合計点の平均点はおおむね昨年並みであり、合格ラインは昨年同様の27点程度に落ち着く効果が高いと思われると。科目別に見ると、雇用保険法の出来が悪かったということですね。